勝手に今週の福山大学、どうもクラゲさんです。はい、新千歳空港から広島空港へのフライトの様子でございます。ね、私は、まあ、一応、ANA か JAL 派かといえば、JAL 派なんですけれども、新千歳空港から広島空港へ、1日1便だけ直行便が飛んでおりますので、その飛行機に、搭乗いたしますね。まあ、北海道旅行の後ですから、まあ、格好が若干厚着、クラゲさんにしては厚着なんでございますけれども、ね、新千歳空港を、まあ、いよいよ、発車でございます。これなんて言うんでしたっけね。はい、で、新千歳空港の、建物はこうやって、弓なりに湾曲しておりますので、ちょっと特徴的なんですね。で、雪の残る新千歳空港から、いよいよね、離陸の段に入ります。まあ、滑走路の関係上ね、離陸と着陸が並行した滑走路で行われるので、ピーチの飛行機の着陸なんかを待ちながら、いよいよ離陸でございます。まあ、ちょっとしばし離陸の様子でもご覧いただきましょうかね。うん、私ね、飛行機の離陸がね、結構苦手なんですよ。もう、緊張するというかね。飛行機の、まあ、離陸3分後と着陸8分前は、クリティカル11ミニッツといって、最も事故が起きる確率が高くて、確か 80% ぐらいの事故がそこで起きるんだったかな。だからすげえ不安になるんで、3分経ったら、まあ、胸を撫で下ろしてるという感じでございますけれども、まあ、なことはいいとして、まあ、雪のね、北海道を離陸していきます。まあ、新千歳空港は、まあ、札幌と表記されることはありますけど、札幌から、まあ、電車でね、45分ぐらいはかかるという、まあ、ちょっと離れた千歳というところにあり、元千歳飛行場なんていうね、飛行場が、まあ、リニューアルされたといいますか、そんな飛行場でございます。さて、まあ、そんな感じで、もう北海道を、ね、離陸するとすぐに、太平洋側に出てしまう。これがね、今中央に走ってるのが、室蘭本線でございますね。はい、これが、ね、今は札幌と函館を結ぶ主要路線になっている。で、飛行機の航路はこんな感じで、大きく日本海側を通ります。で、日本海側を通るので、飛行機の俺は左側の窓側に席を取りました。空撮が趣味でね、いろんな風景を撮るのが、もう飛行機の窓から撮るのが趣味で、なかなか飛行機の中では仕事がはかどらんのですよ、ね、北海道のこんな雪のかぶった山なんていうのは風情があるでしょ。で、飛行機の中のお楽しみといえば、このね、 JAL 名人会でございますね。落語とか漫才とかが、まあ、3本タダで聞けるという、こんな嬉しいことはない。そして、なんとこの日バレンタインデーだったんでね、このチョコレートが配られてね、右側のスカイタイム桃&ぶどうとともにね、楽しんだんでございますね。まあ、そんな風にして、楽しんでおりましたら、機層にはですね、こちらどこだか分かりますか。このね、中央に雪のかぶったなんか丸っこい部分があると思いますけど、これが干拓された八郎型なんですよね。まあ、冬場ですから、田んぼにも雪が積もっているという感じ。八郎潟には日本で一番低いとされる標高0メートルの大型富士っていう山があるんですよ。その辺しとくといいね。はい、で、飛行機の機層はもう佐渡でございます。見下ろすと佐渡。ね。で、佐渡の、これ一番南側なんですけれど、この南側の海岸線のこの辺り、宿根木の辺りなんですけど、ここがね、天ぷらイソギンチャクの一大生息地なんですね。クラゲさんのリスナーだったら絶対に覚えておきたい、天ぷらイソギンチャクの一大産地、佐渡宿根木を覚えておいてください。まあ、別にそんな意味で覚えなくても、ネギというのは歴史的な街ですごく価値があるんでございますけれども、まずそんな感じで、まあ、飛行機のしばらくね、雲の上を飛んでしまったので、あんまり空撮ができなかったんですが、ね、まあ、ちょっと煙ってますけれども、瀬戸内海側に入ってきました。今見えているのが岡山県のね、上でございましょうか。まあ、瀬戸内海が上にぼーっと見えております。で、いよいよ広島の上空に差し掛かるんですが、ね、この辺りから奇跡的に雲が綺麗に晴れて、下がよく見えてきます。で、今見えているこの辺りが福山市、福山の中央の街並み、広島第二の都市ですね。はい、で、この、ね、今からアップしますけれども、この辺りが特に福山市の中心部で、新幹線の止まる、ね、のぞみ号も止まる、まあ、たまに止まんないのがあるけれども、ね、その福山駅でございます。中心部結構栄えてるな。はい、で、まあ、沖の方を見ると友の浦というね、崖の上のポニョの舞台になったとされる場所がございます。はい、で、福山市からちょっと西に行ったこの辺りが松永という地名なんですけど、松永という辺りにあるのが福山大学でございますね。はい、見えましたね。今右から真ん中辺りに来てる、これが福山大学ね。上から見ると小さいな。まあ、こんな、でも歩いてみると結構でかいキャンパスなんだけどね。今左側に見えてる辺りが私のいる海洋生物科学科。はい、この辺りに、私は毎日ね、仕事で行っているという感じです。はい、で、続いては私が住んでいる尾道のあたりの街並み。私の家はあの辺ですかね。いや、刺しちゃいけませんよ、場所をね。はい、ファンが訪ねてきちゃいますからね。ファンならいいんですけどもね、アンチが訪ねてくるとまずいです。で、その沖に見えているあの島が向かい島で、今見えてるのが瀬戸内しまなみ海道でしてね。で、今ちょっとごめんなさい、ガタガタしてますけど、こちらが因島です。あのあたりに福山大学のキャンパスがあるね。このしまなみ海道が遥か向こう愛媛の方まで伸びているといった感じですね。
まあ、そんな風にして、しまなみ海道の、まあ、一部をご覧いただいております。目の前に見えてるのは三原の街並みかな。で、まあ、広島空港は広島の大体、中央部の山の中にあるので、これから少し高度を下げて山の中に入っていきます。まあ、時間的にはね、もう5時も過ぎて、5時も過ぎても明るくなりましたね、うん、ちなみに某大臣のことで突っ込まれるといけませんから言っておきますけど、この時計は金ではなくてただの金色のメッキの G ショックですからね、いつも言われるんだけれども、はい、そんな風にして、広島空港に、着陸となりました。クリティカル11ミニッツなのでやっぱり緊張しています。そしてこのドシーンっていう、これが あんまり好きじゃないですね、私はね。もうあんまり綺麗な夕焼けではありませんけれども、夕日の時間帯で、これから家に帰って、まあ、この日は有休ですからね、ちゃんと まあ、お休みだったので、福山ね、2月14日平日だと思った方もね、ちゃんと有休でしたからね、そんな感じで、福山大学を見下ろした今週の福山大学でございました。ご視聴ありがとうございました。え？福山大学の出番は10秒で終了かって？いや、そうですよ。だって今週に取った福山大学なんだからね、今週の福山大学でしょ。こういうとこに気を配れるのが人気 YouTuber の秘訣でございます。